三国亡き神城監修来歴引は、建立14年8月に亡き神城内に建てられた碑文。専文は、小仙母、亡き神王子、浅忠専文をした、小仙母、亡き神王子、浅忠は、代々北山監修を務めた小尉、少将位亡き神王子、浅天を元祖とする向井氏愚川御殿の十世で、この愚川御殿は、同家七世である、向井十則、 亡き人アジア朝さちの時の監視職廃止に伴い、亡き人から首里へと京を移していた。しかし京を移したとあっても、亡き人情の管理は引き続き道家が行っていた。ところが建立7年にこの城域を地域の住民の管理に委ねようという動きが出てきた。そこで、小仙母、亡き人王子や忠は王子の敬意を上申し、道家は以後も亡き人情の管理を任されることになった。 この来歴を記した石文みである。現在、石碑は保存のため場外に置かれている。昔琉球はいくつもの地域に分裂して治められていたが、最後は北山、中山、南山の三山が定立するようになった。その時、佐敷木寺であった小橋が立ち、三山を統一したが、北山は元素でまた人も、勇猛、中山からも遠くあり狂気するのにも難しい。 変乱の生ずる恐れもあるため、小橋王は、自らの自死である久忠を監視として派遣した。その後即位した、久の領は酒にふけり色を好み、ついに神民に背かれ、なお縁が衰退され、王となるが、なお縁王も、大臣を派遣し監視せしめた。そして、高次年間、小神王は、第三子である、小将位を監視として派遣した。これが、我が元祖であり、 以来我々一族が代々監修職を務めることとなった。後期四年になって、七世の向井中のりが命により首里へ今日移すこととなったが、その後も我が家が亡き尋常と旧跡の天霊を司さどってきた。しかし県立七年に王府が上域を軍民に授け、天霊も行わせようとした。そこで私小仙母が王子の事情等を創上したところ、 これまで通り我が家が城地を管理し天霊を司ることが許された。我が家は元祖の小小位から北山を鎮守している。この徳と公は我が家の子孫孫に及ぶものである。私小仙母は来歴をここに印普及のものとする。後期志健流十四年岸秋八月国誕十0世、孫なお仙母、泣き人王子、浅忠金流。ありがとうございます。